こんばんは、魔界闘士です。この時期になると、テレビで負けシーンばっかり流されてうんざりですわ。こうなったら、圧倒的勝ちを作ってくれる。場所はミッドウェーね。イギリス。第開戦。日本軍は真珠湾で取り逃がしたアメリカ空母の殲滅を目的として、ミッドウェーを目指そうとしていた。一方、日本軍の暗号解読にほぼ成功していたアメリカ軍は、日本軍の次の目標を知っていた。アメリカ軍は日本軍側の空母数を把握するや、珊瑚海海戦で大破した空母ヨークタウンを強引に修理し、ミッドウェーでの迎撃に参戦させようとする。明らかに情報戦で日本は遅れを取ったまま、ミッドウェーでの激突が始まろうとしていた。ミッドウェーなのね。じゃあ説明お願い。ミッドウェイの制海権が欲しいと。OK、殲滅してきます。既存艦船をすべて正規空母に改修してきました。名前は旧のままです。16隻で1隻多い第5艦隊を3つ目として送り込みます。南雲中将に雪辱の機会を与えましょう。戦犯とね、こいつのカタパルトのせいで。まあ仮にカタパルトが壊れてなくても、いずれ戦況は反転したでしょうけど。こんな感じで1隻200戦機積んでいます。爆撃機が少ないのは、爆撃機は雷撃機より先に出撃するので、数が多いと雷撃機が出てこれなくなるためです。37隻かける1000機以上ということで4万機になります。みんなおいで、ここだよ。航空隊発艦。航空隊発艦。第2、第3艦隊からはすでにスズメバチのように出撃中。ヨークタウンにいた多聞少将はよ。先陣の爆撃機が急降下爆撃してますね。雷撃機も到着。魚雷巻きすぎ。ヨークタウン死んだな。航空機に発見された模様。エンタープライズ君いるじゃん、沈めなきゃ。発艦した航空隊が着艦しないと次が出せないのがもどかしい。航空隊着艦。
全然関係ない方向に飛ばしているのはなぜ？航空隊着艦了解。了解。ホーネットも散らぬ。なかなか航空攻撃可能にならず、いろいろ爪鉢の巣の攻撃態勢のよう。まずは直縁機を出して、その後護衛戦闘機、爆撃機、雷撃機の順で出ます。エンタープライズ新型。これは回避不能。連合艦隊はミッドウェー海域にて敵艦隊と遭遇、これを撃滅した。予期しえなかった敵空母部隊の存在に押されることなく、日本軍は見事に全正規空母を撃沈。アメリカ軍はミッドウェー方面から全面的に撤退を開始した。ああ、すっきりした。一石逃げられてるじゃん。国に帰ってスズメバチの巣をつついてはいけないと報告してくれることでしょう。ナグも柱状切除しましたね。ということで、ご視聴ありがとうございました。